ジュレリーの皆さん、ようこそジュエルパレスへ。素敵なレディーとなるために今日も笑顔で課題に励んでください。プチレディー同士で協力し合い、プリンスたちと高め合いながら、いつの日か皆さんが本物のレディーとなるのを願っています。心の底から輝いてくださいね。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ルビーだよ。相棒のモモナに最高のレディーになってもらうため、ジュエルパレスで修行を始めたんだ。毎回出される課題をクリアするのは本当もう大変。でもモモナ、このルビーが絶対に最高のレディーにしてみせるからね。今日も元気にレディーゴー、レディーゴー。あれ、ソフィー？うわー、今日はとってもいいお天気、すがすがしい。その騒々しさで可愛い小鳥も逃げてしまって、ほんと静かなこと。すがすがしい朝の空気の匂い、一緒に嗅ごうよ。クンクンクン、気持ちいいよ。結構よ。皆さん、ごきげんよう。レディレクター、ごきげんよう。今日のプチレディの修行のために、あなたたちに手伝ってもらいたいことがあります。え、私たちの出番？近くの町で修行に協力してくれる人たちを集めてほしいのです。集めるの？わかった。あら、ルビー即断即決ね。考えが足らないと反応が早くていいわね。いいでしょ。よくないよくない。あの、どんな人を集めればいいんですか？誰でもいいですよ。ただその人たちからお話を伺うので、いろいろな人がいた方がいいですね。わかりました。いいお天気。あ、そうだ、朝からルビーがいないんだけど。ああ、ガーネットもなんだ。リリアン、ルーアは？ええ、今日はまだ見かけてないわ。何か知ってる？そう。メンターがいないってことは、今日は課題休みかな。何して遊ぼう。課題がないならレディを目指すための自習時間にするべきだわ。自習か、楽しい自習ってないかな。ただいま。あれ、いたの？休みじゃないの？休みどころか一働きさせられてきたところよ。そうなんだ。お疲れ、ガーネット。ええ、ルーアもお疲れ様。ええ、ルビーもお疲れ。うん。カロンはどこかしら？見かけてないけど、きっとまたあそこね。カロン。あ、カロン、やっぱりここにいたのね。あ、ソフィー、おはよう。おはよう。って、もう課題が発表される時間よ。え、もう？課
りた本部屋に置いたらすぐステージよ。うん、朝からいなかったのは何か用事でもあったの？ええ、レディレクターの用事で町にね。そう、お疲れ様。ええ、ごきげんよう、プチレディたち。ごきげんよう。では、本日の課題を発表しましょう。レディたるもの、優雅によどみなく会話ができねばなりません。え、会話？例えば、的確な言葉で喋るアナウンサーのように。それでは、頑張って修行に励んでください。アナウンサーか、面白そう。軽く練習してみましょう。何人かステージへ上がってもらいます。それでは、レターペンをマイクだと思って自分のメンターにインタビューをしてみてください。ルビーにインタビューね。お名前は？ルビーだよ。知ってるでしょ？練習だから聞いてるの。好きな食べ物は人参。チャームポイントはつぶらな瞳。モットーは元気いっぱい。自分から全部喋ったらインタビューにならない。あ、そっか。趣味は何ですか？苦手な食べ物ってある？よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい、皆さん、レディカロンに注目してください。え？相手のことを考えて、その同じ視線に合わせる。彼女のような心がけが、相手と素直な言葉を交わすために必要なのです。へえ、気がつかなかったな。勉強になったわね。私は別に、そんな。カロ、そんな恥ずかしがることなんてないわよ。だって、みんなの注目を浴びるなんて。これからアナウンサーをやるのよ。注目を浴びても平気でいないと。では皆さん、今のことを忘れずにゲストにインタビューしてください。ゲスト？ではご案内します。隣の町へ突撃リポートだよ。うわ、タータとラルド？あの二人連れてきたの誰？ルビーだけど。ルビーったらチャレンジャーよね。あんなインタビューの難しそうな相手を連れてくるなんて。任せて。本日は課題に協力していただいてありがとうございます。アナウンサーか、誰が向いてるんだろう。私の分析では総合力の高いレディリリアンですね。こういうのってやってみないとわかんないじゃない。ハプニングとかあるからさ。確かに相手次第のところはあるな。こんにちは、少しお話を伺ってもよろしいですか？いいわよ。そうですか、お孫さんからのプレゼント、それはいいお話ですね。ちょっと降りてきて、話を聞かせて。こんにちは、今日はどこから来たのかしら。はっ、あ、待って、走ったら危ない。大丈夫？どこか痛い？お、早速ハプニングだ。レディ、ほんとほっとけないよね、彼女。あの、よっと、そーら。そんな泣き虫じゃキングに笑われちゃうぞ。おお、かっこいいぞ。な、大きくなったらなりたいものってある？あ、視線が合ってる。あるんだろ。何？サッカー選手。ああ、それってグレートだね。鈴木はこのお姉ちゃんも聞きたいって。うん。じゃ、あ、はい。レディカロンが気になるのか？ちょっと他にいないタイプだからね。しかしアナウンサー試験となるとあの子には難しそうですよ。打ち気すぎます。元気があればいいってものでもないだろ。そのようだ。もう待って、インタビューに答えてよ。あ、こらま、私なら誰が相手でもうまくサポートしてあげられますが。あれ、そういえば今回僕たちプリンスはどういう風にサポートするんだろう。ペアを組むわけじゃなさそうだしな。修行はそこまで。午後は本番の課題をこなしてもらいます。
それまで皆さんはジュエルパレスに戻って準備を整えてください。もうにゅあなたなら何があっても大丈夫よ、リリア。自信を持って行ってらっしゃい。ええ、ルーア。瑞希ならどんなハプニングにも落ち着いて対処できるわよね。むしろハプニングよ来いだ。決まりきったインタビューやリポートよりずっとやりやすい。アメンボ赤いなあいうえお、あえいうえお、あお、あお。アナウンサーの心得その8。どうしたの？ごめんなさい、どうしても不安なの。書いたり読んだりは得意なのにまだまだ話すのはダメ？だって緊張しちゃって。取材だと思ったら小説の題材探しだって。そうだね。ルビエンモモナレディーゴアナウンサーには様々な仕事があります。各人にその一つをやってもらいます。誰が何をやるのかはランダムに選びます。グルメ番組がいいです。スポーツ中継、できれば美術館なんかのリポートを。ランダムです。では始めます。されるのかしら。向いてる子ならすぐ思いつくけど。私は今台風の暴風圏に入ったジュエル海岸に来ています。リリア、大型で勢力が非常に強い台風が時速20キロほどのスピードでジュエルタウンに接近中です。リリア、中心気圧は945ヘクトパスカル、瞬間最大風速は実に70メートルに達します。台風は今夜半に上陸する見込みです。夜の外出は控えてください。私はもうこの段階でずぶ濡れです。今後の台風情報にご注意ください。すごいわ、あの暴風雨の中を平常心で冷静に乗り切るなんて。雨が降ろうが槍が降ろうがリリアンはリリアンよ。情報は客観的に正確に伝え、なおかつアナウンサーとしての主観も伝える完璧なリポート。でもこういうのってリポーターはもっとキーとかキャーとか騒がないといけないんじゃない？そんなルールないわよ。今度は何？キッチン？あ、モモナだ！乾杯！こんにちは！レディーの料理の時間です。ソアラ先生、今日のお料理は何でしょう？ソアラ流チキンの小悪魔風グリルです。小悪魔風？小悪魔っていうと私たちプチレディーの中では誰でしょうか？は？ひょっとして私ですか？スルーだ。まずチキンの骨付き肉を2時間マリネします。はい、これがそのマリネしたものですね先生。まだです、早いです。まず漬け方の説明をしますから。あ、はーい。それでは材料の説明を。はい、材料の説明をしてください。そこにフリップがあるでしょ。あー、はいはい、これですね。
鶏肉 200g に対してオリーブオイル 4cc、 ワインビネガー 2cc、 蜂蜜 1cc。 お、表をカメラに。その他ニンニク一かけらとか細かく細かくありますが、適当でいいんですよね、先生。何をどうしたらその結論に達するのですか。で、これがその2時間マリネしたものですね。あ、うん、ピリリと辛くて美味しいですね。まだ漬け込み方の説明もしてない。はやったー。なぜある意味女子アナの正しい姿だわ。モモナってすごいでしょ。褒めてないわよ。お疲れ。ほんと疲れました。あの子は計算通りには全然いかない子ですね。うんうん。皆さん、私が今どこにいるか分かりますか。ここジュエルブリッジでは今バンジージャンプのアトラクションが楽しめるようになっているんです。では早速行ってみましょう。3、2、1、バンジー最高。なんで不合格なのよ。本人の主観に偏りすぎよ。だからこういうのってリポーターはヒーとかキャーとか騒がないといけないんだよ。ヒーはともかく、飛ぶ前にためらいというものがあればよかったと思うの。確かにあっさりしすぎだったみたいね。なんでだ。皆さんこんにちは。素敵なゲストをお招きしてお話を伺うレディーの部屋の時間です。さて、今日はどんな正統派インタビュー番組ってとこ。あの子には辛そうな課題ね。そんなことないわ。だって面と向かって話をするのが苦手なんでしょ。カロンはただ引っ込み思案なだけよ。落ち着いてカロン、笑顔よ笑顔。それではゲストをお呼びしましょう。どうぞ。あ、やあ君か。なんか運命感じるねこれ。はい。あの今日のゲスト、レヴィンさんです。いやあ、どうも。で、俺はなんて呼んだらいいのかな。何をですか。君をね。レディーカロン、カロンさん、カロンちゃん、カロンくん、カロン、あの、お好きなように。じゃあカロン、早速始める。はい。対照的な二人ね。うまくいくのかしら。相手は誰であれしっかりよカロン。相手の目を見て。あの、引っ込み思案もいいところね。このままじゃ不合格になっちゃうわ。しっかりカロン。あの、ごめんね。え、俺の目が眩しすぎるんだよね。俺の目が眩しすぎて見つめられないんだろ。ごめんね。だけどどうしよう、サングラスでもかけようか。いえ、それではあなたの目が隠れて。だよね、俺のこの眼差し隠しちゃもったいないよね。はい。いいねその笑顔。レディーさんはどうしてそんなに優しいんですか。レディーに優しくするのはプリンスの基本だよ。子供にも優しかったです。子供？さっきの修行の時に。ああ、あれね、よくあることだから。ご兄弟がいらっしゃるんですか。うん、弟たちがいるから小さい子には慣れてるってとこかな。私は姉が一人で。そんな感じだよね君。レヴィンさんとは逆です。ほんと、そこがほっとけないんだけどね。おお、なんかインタビューになってきたよ。そうか、カロンは興味を覚えたことはとことん調べるから。そこは本と一緒なのね。男の子のことと本が同じって。レヴィンさんがキングになろうとした理由をお話し願いますか。実を言えば、キングになるより俺はもっとフリーダムな存在になりたいんだよね。フリーダム？それは確かにキングとは違いますね。そこなんだよ問題は。あいつ何言ってるんだ。本音を語ってるのでは。へえ、アナウンサーに乗せられたってことか。冒険者、旅人、いや、さすらい人か。そんな言葉が俺の憧れなんだ。夢が感じられます。それだよ、夢に向かって大きく羽ばたきたいっていうか。夢を追い求める翼が欲しいんですね。そう、翼、翼があればどこまでだって。夢を追い求める人は素敵だと思います。
君、本当にそう思う？はい、夢追い人なんですね、レヴィンさんは。それだよね、俺って夢追い人なんだ。君ってやっぱり前からそうかもしれないって思ってたけど、俺のことをこれだけ分かってくれるっていうことは。お話はつきませんが、どうやらお時間のようです。課題は終わったけど、今度は俺が君に話を聞きたいな。いいだろ。今日はどうもありがとうございました。では皆さん、またの機会にお会いしましょう。ごきげんよう、さようなら。素敵よカロン。素敵なのはいいけど、肝心なところを見落としてるのに。ほんとね。え、何のこと？彼のこと。どっちかな、どっちがいいかな。涼しい山の方がいいじゃないか。ううん、私はやっぱり海かな。賛成。山も捨てがたいって。カロンはどっち？夏休みに行くなら、島かな。あ、新たな選択肢。カロンは島派か。派閥なの？ああ、この間は参ったよな。しっかりしろよ、夢追い人。ちぇカロン、前よりずっとおしゃべりするようになったよね。最近人と話すのが楽しくなってきたの。それってやっぱりレヴィンにインタビューしてから？どうかな、あれは課題で話しただけだし。それだけじゃないだろ。とっても仲良さそうに見えたけど。そうだったの？正直レヴィンのことはどう思ってるんだ？そうそう、どう思ってるの？ねえ、あの人はいい人よ。いい人って？いい人ってつまりそれだけ？モモナ、レヴィンのこと気になるの？違う、私じゃないわよ。じゃあ誰が？誰かって、つまり全然気がないってことか。皆さんはご存知ですか？遠い昔のレディーたちがパラソルを効果的に使っていたことを。え、知らなかった。ある時は優雅にご挨拶をする時、ある時は強い日差しから肌を守る、そしてまたある時はプリンスとの待ち合わせの目印に。なんか素敵。皆さんがパラソルの似合うレディーになれるよう願っています。次回レディージュエルペット、パラソルはレディーのたしなみ。なんで水木は傘が嫌いなの？この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。